あいさい。アメリカに行くにはということでちょっと考えてみました。まあ一番簡単なのがこう旅行だと思いますね。旅行が一番簡単。2番目に簡単なこと、そうですね留学ですかね。2番目が留学、3番目がまあアメリカの人と結婚することですかね4番目がそうですね、アメリカとかに会社がある、まあ企業に就職することですね。まあ一番簡単なのはやっぱり旅行することだと思いますね。でそれでね、何らかのつながりっていうのは本当いろいろ出てくると思いますっていうことで、アメリカに行くにはまあ一番最初はやっぱり行けるっていうこと、誰でも行ける、私でも行けるっていうことが一番最初大切じゃないかなとかって思いますね。私事で恐縮なんですけど、そうですね、自分は英語が全然ダメだったんですね。英語1で中学校3年、英語1学期1で、なんで日本人がね英語を勉強しないといけないのっていうふうに思ってましたし、ね、学校の成績は良くないし、まあ英語喋れないし、お金をあってたらお金もないしね。ただそんな自分でもなんとなくアメリカに行けるんじゃないのかなみたいな感じで思ってましたね。ですから誰でもね行ける時代だと思いますね。まあですから世界中ね、別にアメリカだけじゃなくてやっぱりこう世界中に出てみるといいっすよね。いろんなのがこうなんか肌で感じるっていうんですか。ですからね、特にまあ別に特にって、まあ若い人って言おうとしてたんですけど、まあ若い人特にそうなんですけど、まあ全ての人がそうですよね。年とかあんまり関係ないと思いますね。行こうと思えばどこにでも行けるっていう、自分は行けるんだっていう、でね、行けるっていうのと行ったっていう差がねめっちゃ違うんですよね。めっちゃ違う、ですからその違いね、ちょっとを言うと、距離的に言うと、まあ例えばね、東京とアメリカだったら東京とアメリカの距離があるわけですね。でやっぱり行くとそこで思い出やら経験やら体験やら学びやら、自分自身がこう逆に見えてくるっていうのがありますね。ですからおすすめです。どっかね出てみる。よくこう言われるのがこう離れてみると親のありがたさが分かるってよく言われますけど、本当その通りだと思います。家族とか兄弟とか、ね、友達とか、そのありがたさがすごい分かるような気がします。それを分かるためにもあちこちね出てみるといいんじゃないかなとかってちょっと思ったんで、っていうことでさすがです。ぜひ世界中歩いてください。またやさい。